だけ覚えといて後で話すという丸いところだけ、完全に悪ノリって単語だけ覚えてて、あとはホテルで一人で丸くなってて、うわー、そこかー、そこは素直さ、いやー、やっぱ嘘ってついちゃいけないと思うんですよ。お疲れでした、今日は。お疲れでした。今日は気分は？今日は最高ですね。どんな内容で今日は飲んでたんですか？そうですね、千葉さんの他にもいろんなことで私の夢について話しました。あ、ごめん。で、千葉さんをあとロンバするな、僕の夢についてですか？なので、だからあと千葉さんをロンバするだけですね。あと明日ボランティアを。すいません、ありがとうございます。いつまでロンバ？そうですね、年末です。8月じゃないの？8月じゃないです、すいません、年末です。